Thank you.
ありがとうございます。いけ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 はい、はい、ありがとうございました。ですね、今日すごいたくさんのお客さんが来られてますね。ありがとうございます。ありがとう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 ですね、そう、さっきねちょっと悩んあのモヤモヤっとしてたイベントをですね、あの自分のね中でこう企画しようかな、あれなんかどうしようかなって悩んでたイベントをピシッと決めちゃいました。10月16日日曜日デリシャス生誕祭、ビズビズ太もも天使ハッピー撮影会 in 横川すごく長いし、私のイベントというよりデリシャスっていうお助けモグラのお誕生日会なんですけれども、はい、中の人は誰かは置いといて、このデリシャスっていうのはですね、アリちゃんが生放送をしたりとかするときに一緒に話してくれたりとか、イベントとかで忘れ物をすると取りに帰ってくれたりとかアリちゃんが血肉のステーキを取ってくれたり、あの水をくれたりするね中の人なんですよ、はい、そんなねデリシャスちゃんのお誕生日会があります。まあ、皆さんね、後でツイートするのでぜひ来てください、はい、そして10月の29日、30日は横川ゾンビナイト2 JR 横川駅周辺がゾンビでいっぱいになります。そして皆さんもですね、フェイスペイントといってもうメイクをしてもらうことができます。なのでぜひ皆さんゾンビになりに来てください。はい、ありがとうございます。それではですね、続いて歌を歌いたいと思います。次からはですね、私のオリジナル曲を歌いたいと思います。すごくかっこいい曲なので気合を入れてでは聴いてください。ワンウェイ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ですよ。さあさあ、一番年上なんだから。みんな安心しているわけですよ。じゃあ姉さんも来てくれたということで、I'm not afraid to die.
で、生贄をね、お客様どうしたっすか、こっち諦めたでしょ。むっちゃ間違えたね。あそこで完璧だったんよ。ゆいちゃん、そこが完璧だったら全部間違えちゃった。あのビデオはちょっとビーしといて。ダメ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 。うちらビデオを回せないけど。回せます。っていうことで、あれなんかちょっとマイクがあれ、あ、ごめん、私もう一個いるわ。ねえ、こうやって段取りがだんだん分かんなくなるんです。覚えれないの。本当にね、何回も練習しとるんですよ。今ね、取ったけんね、私がマイク。本当は私が取りに行かなきゃいけない。私たちは駆除したいですね。今あの3年目になるんですけれども、 CD が今度3枚目が出るんですよ。それが10月12日の水曜日に発売になります。はい、で曲がですね、ユニコーンのテッシーさんに作っていただきました。私ね、やばいよやばいよってツイッター書いたら、フルーって言われたんだけど、そんなことないよね。ヤバマ、ヤバマ、ヤバマ、ヤバマって言う、今ヤバマね、ヤバって言った今。前でもそう言ってますね。ということで、その新しい曲を今こちらで披露させていただきたいと思います。書かないで見てくださいね。間違っても決して言わないで、ツイッターにも書かない。はい、では聞いてください。10月12日発売、ドントストップミニスカートは勇気のしるし。Yeah!
よろしいということで、10月12日に発売でございますよ。大丈夫ですか、ね、そしてイースターライブが、あ、そう、イースターライブがですね、10月の15日、はい、タワーレコード広島店さんの方で18時からありますので、ね、あのお時間ある方はぜひぜひいらっしゃってください。で、来ていただいて CD をしっかり購入していただいた方にね、特典も用意しておりますので、こちらです。じゃじゃじゃーん、じゃら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 じゃーん。かわいいでしょ。かわいいの。これね、冷蔵庫に貼るんじゃなくてマグネットなんですよ。どこに貼る？車とか自転車、まあ、あの冷蔵庫に貼ってから明日のお買い物リストとかね、はい、これ、はい、貼ったらいいと思います。でも風水的にね、冷蔵庫の前に貼っちゃいけんみたい。横に貼る、知っとる、知っとる、そうダメみたいですよ。あ、ま、冷蔵庫、巻き、巻き、巻き、待って待って、もう一個だけ言いよ。この曲がですね、はい、RCC さんの元隣広島テストっていう番組の、はい、テーマ曲になってます。こちらの放送になりましたので、一回でも聴いていただけたら嬉しいなと思います、はい、よろしくお願いします。最後の曲なんですけれども、そうですね、私たちのファーストシングルの曲になります。アクジョネレーションです。聴いてください。叶わなかった思い出を人はそれを夢と呼ぶけど、私は今もこの空を飛べるわ。やっと気づいたの、私は私。
待ってますよね、ミュージシャン。あら、一人にされた。